ギャオース。はい、まさかの白木と。はい、勝ち進みましたね。完全にノーマークでしたよ。いや、やっぱね、やればできるんですよ、ね、誰だって。お、やればできる。似てない。いや、もうモノマネできないですね。はい、できます逆に。やればできる。ボビオロゴ寄りになってますちょっとね。やれば。いや、これは私恥ずかしくてできないですね。俺は恥ずかしくないんだよ。ごめんなさい、本当にね、すいません。ちょっとね、でも、はい、あの僕自分の母校仙台商業で育てましたけど、うん、はい、めちゃくちゃ強いですよ。めちゃくちゃ強い、うん、はい、ちょっと負けないです。噂は聞いてますが、はい、本当にこれのためにもずっとやってたみたいな、はいはい、生きてきたっていうことは聞いてますけど、はいはい、これのためにこれと共に生きてきました。いや、だから私はもうこう、まあ、頑張ってきたのは分かるんですけれども、うん、私もちょっとやっぱ監督として頑張りたいと思います。まめになんかサイン入れるもんね。はい、やっぱりもう監督ってそういうことじゃないですか。それもう選手頼りなところあるじゃないですか、育成するってことは。まあね、もう勝手に強くなってる、ね、もう強くなってるから、もうこっちはこまめにやらないとやっぱ選手が強くならないから、うん、やっぱそこで勝負したいと思います。ちょっとね、何言ってるか分かんないですけど。分かるでしょうよ。じゃあもう、はい、サイコロ振っていきましょうか。サイコロ、はい、じゃあいきますよ。はい、あっちあっちあっち。3、3と、はい、ここに転がしてます。4! うわ、転がせよ。5! 5! 3、4、5回、はい、3、4、5。うわ、3連続でいじれないってことなかなか、はい、いじれないですね。はい、まあいいでしょう、やっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。え、これ私が、え、どっち先行、また先行だ。私ずっと先行だな。3、4、5回が多いとかね。あー、ちょっとじゃあもういきなりいきます。あー、そっか、でもそっか、最初流れを見ないといけないね。一応そういうこと。早っ。同時にね、2試合してますね。すごいね。やばいぞ、これは。やばっつい。よし。なるほど。初回が強いです。そうなんだ。対戦したいから。積極打法で。立ち上がりやっぱ不安定だな。おお、よし、おお、打った、打たれた。すごい。いや、いいよこれは。これちょっと全然。これちょっと侮れんかもしれない。調子がいいかもしれない。流れつかめました。怖いかも。いいかもね、これは。これいいかもしれないな。怖くなってきた。だって、そうね、確かに今日調子いいかも。そう。ちゃんとやらないよ。そうですね、監督勝負になりますからね。3番が4注意。2番が2番。あー、なるほどね。レジェンド選手。レジェンド選手。おー、見事だ。マジで打ちますよね。そう、こう、シュート取った。おー、わー、なんか嫌だな。飛んでる、当たった。白木、なんか嫌だな。いい感じですね。相性いいかもしれない。なんか巻き起こしそうな。なんか、なんかいきそうですね。はい。なんかいきそうです。おばさんの匂いです。いやいや、それは関係ないですよ。おばさんの匂いは。それもう元々放ったやつですね。ちょっと怖い。ちゃんとやろう。不気味な感じがする。不気味。まだ得体の知れない感じはすると思いますね。ちょっと待って。ちょっと呼んでみます。
ていかなきゃいけないんで、やっぱりそのピッチャーの癖とかを。すごいね。将棋みたいな感覚なんですか、ね、なんかね、ちょっとこの、なるほど。いいね、そういうことで。よく見ると音が出ます。よっしゃー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 、それも、技術さん次第ですよ。はい、2004年にはできてたんですか。後ろにいるかもしれない、もしかしたら。チェアリーちょっと入れときたい。4番で4番か。欲しくないかもしれない。なんかピッチャービビってんな。嫌がってるな、ピッチャー。確かにピッチャー嫌がってる。よっしゃ、うわー、抑えられた。よしよしよし、いやー、よかった。静かな、怖い怖い。そっか、うわー、うえっ、うわー、すぐ重くなかった。うわー、西崎さん、えぐ、すごい、すごい、西崎さん、名監督、名監督。大進撃。え、何が何が起きたんだ。いや、これは、ね、何これ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、俺の時間。西崎さん育ててもないですね、費やしてきたと思ってんだよ。監督力もない。ちょっと待ってくれよ。やばいやばい、怖い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 、何何この人、怖い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 、やばいやばいやばい、ちょっと待って。なんで？怖い、なんだ？なんで？やばい、動揺してきた。何が噛み合うと思うんですか？なんで？やっぱちょっと狙いがつまくった感じですね。これね、キウイやっぱつきますからね。そうなんだよ。なんで？狙いの。すごい。狙い通り。やだ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 。これの才能だったんです。実は。怖い怖い怖い。怖くなってきた。めちゃくちゃひねる。あの仙台商業は、あの嘘だ。ネット甲子園見てるから一番ね、感動するとこだから。ストライクが入らない。まあまあ、うっそ。嘘だ、すごいな。え、狙い、狙いが効きましたね、今ね。狙われてんのか。狙ってんの。狙って当たりましたね、今。おい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 、ちょっと待ってくれよ。天才がいる。やばい。これは天才がいる。このゲームの適性がすごい。熱いぞ。熱いぞ。ワンアウトしか取ってない。みんな応援したくなるやつだ。何をだ。何を読んでんの。何を入れるとそんなに。ちょっと待って、なんだ、怪しいぞ。何をやったらそうなるの。何かやってんのか。あー、ナイスライダー。どうしよう、どうしよう。うわ、すごい、動揺してる。めちゃくちゃ動揺してる。あんなに通訳して。まだ1回ですか。やばいやばいやばい、なんなんなん、なんでこんなことになったの。すごいすごいすごいな。最近面白い面白いかけてます。嘘でしょ、嘘でしょ。さっきは00でずっと。うえっ、うわぁ、ちょっと待ってくれよ。いるねぇ、もういるねぇぞ。なんでだよ。嘘だろ。何をしてるんだ。どうして、なんかお前独特のボタンとかあんの。対戦用コードないです。初回のカードが盛り上がりすぎると地味な試合になっちゃう。次はあれか、あそこ飛ばすのに魂。おいおい、こっちはもう相当強いですもんね。ボコボコにされてんだけど。だって俺さっき4安打しか出てなかった。あー、しまったしまった。そうだ、おー、2本目。あー、やばいやばいやばい。あー、アウトか、アウトか。いや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 、ありがとうございます。いや、まだやばいんだよ、やばい。これは面白い。リフォーマー、よし、これはでかいぞ。リフォーマー、ジャイキリ、ジャイキリ。怖い怖い怖い。いや、でも2安打浮かれてたな。打とうと思って打てるんすね。お、いいよいいよ。狙ったらいけるんだね。狙ったらなんかサイン入れてきてるもん、こいつ。カーブの3。確かに最後の長い。もう打線もね、打線がやっぱ強いですからね。失礼します、数値まで。そうだそうだ、うちは打線が強いんだよ。本来は3点、打ち勝つ、打ち勝つチーム全然はずだけどな。そうですか、ちょっと雰囲気も確かに自信が、ちょっと面白いな。
めちゃくちゃ面白い、ね。おっしゃい。やだやだ負けた。やだいいよ。そっちの松坂だわ。そうだ。まずそうだ。そうだ。俺たちは強い。やっぱ黙っちゃいない。やっぱ黙っちゃいないな。絶対やっぱ言ってんだな。俺たちは強いぞ。天勝だな。なんだせん。そうだ、負けてないぞ。どっかで波がありますよね。自分は自分で。自分に言い聞かせて。俺たち負けてない。ああ、もう止まりやだな。どうしよう。ちょっと、白井さんも眠そうです。全然眠そう。全然寂しいですよね。眠くはないんだけど。うわぁ、こう来たか。こう来たか。まず一発で来てる。本来ならこんなことはしないよ。クリスの策で。なんか嫌だからだ。さっき10点取ってた。初回からバント。触ってなかったっすね。リロだ。確かに毎試合複数得点してます。あ、そうか、0-0で最後に点火。落ち着いて。じゃあ落ち着いて。お母さん野球。よっしゃ、いいわ。よっしゃ。あー、ええわ。なんで、そうだ。まじまじまじ。まじ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 。お前やりたいか。早すぎた。これは。倍返した。いや、3分の1。やばい、そうですね。一応ね、ちゃんと1点取るとき、そういう野球もできるよ。企業もです、チーム。阿部慎之助だ。あれ慎之助。あんまりいい。ワンアウト。おいうわちょっと待って、めちゃくちゃ打つじゃん。さすが仙台勝利。どうだ、
OK、いいよ。誰も知れない何か。三つ出すんです。なんか強い組み合わせがあるんですかね。何かあるな。ダイジェスト2ヒットになってますからね。どこで出るか楽しみですね。楽しみですね。スキオアラバスですか。松坂も。はい。死ぬよ。おーい。ね、試合はまたから7点とか。ああ、しょうがないね。溶けてるよ。こっちが入れるより先に入れてる。すごいっす。何をしてるの？どうして？別にランナーもいないの。すごいね。でも何で？あー、ダメだったな、今の。すごいな。ちょっと流れ切った感じが。いやー、そう、140だもんな。これだな、それと。それなきゃいけねえな。そこだけ、怖い。ちょっと怖い。呪いみたいなのかけられた。呪いはかかってないです。なんで呪えるんですか。おー、いいね。いい。センター、まあ、ちょっと、今も良かったな。まだ良かった。学んでる感じも。今も良かった。いいよ。試合の中で掴んできます。大丈夫か。命じゃない悩みが。立場悪い。あーもうパーフェクトだ、3回までやばい。よし、ちょっとやばいな。で、4回もう4回もはい、まず1本欲しい。ちょっとね、1本欲しいね。おらー、まずいまずい、ちょうど良く。うわーうわーうわー、まずい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 。マジで2塁打が多いんですよ。うわ、二塁打きついな。ちょっと待って。落ち着け。落ち着いてってことある。やばいな。お。スリーラン。終わったもう。ありがとうございます。終わった。終わったって聞こえた。終わった。早送りする。早送りする。終わった。一番の見どころだったんだよ。終わった。終わりました。まだ。そうだよね。早送りホームランって言ってたもんね。おい。やばいぞ。早送り三者凡退そうです。やばいぞこれ。ノーヒットゴーランあるな。おれおれこれなんすよ。ちょっと待って。オッケー、同点。マジで2塁だ。タイムバッグやったな。どうし、落ち着け。災害も全然ない。いや、強いチームならバンドがしないな。袋目にバンドさせるとか。弱気だよね。この監督弱気やすぎて。面白い。すぐさま追いついた。いや、面白い。いい試合。いい試合ですよ。まだ、ワンアウト。ワンアウト、抑えるよ。まだ2回でも。まだそっち2回。ちょっと待って、これ。こっち、拷問よ。拷問？いや。見て。指示がない。そうですね。白木さん。一人一人やっちゃうから。真剣勝負させるのに長い。これ、これ私指示してない。これに関しては私指示出してないから。勝手にやってるだけだから、これは。切らすな、集中。本当に。うる。
わあ、いやー、やっぱすごい。間を作った。間を大事ですね。聞いてきましたね。自分の間が取れた。あー、殴る俺。これに関しては私指示してないから。できるか、すごく惜しい。できることは全部やりますね。ツアーもツアーと。やだな。抑えれる、抑えれる。ここで抑えよう。よし。これやっぱいいな。ナイスピッチ。自分のペースに持ってますね。持ってかれてるな。グラゼニでそんな投手じゃない。グラゼニで今の。やっぱりピッチャーだわ。抑えてる、いいよ。あ、最後に同じ出しちゃうよ。ちょっと、もう終わりました、俺も。また終わった。ラジオやさんだよ。終わったよ、もう。おっしゃー、よっしゃ、すごい。今のはナイスボール。1点で抑えた。ナス、いけ、ナス。ナス調子いいから。ナス大きくな。ナスは調子がいい。やってやれ。あー、ゴロか。頑張れ。この監督の生徒大変だな。毎回見てない、すごい芝居切れないです。田村、行け田村、田村やってやれ。あー、うわー、はい、終わりました。また終わりました。今日3回やめの、ちょっと終わっちゃー。もう一回いいですか。何試合した終わった。次で4試合終わりました。本来はどっちかっていうか、三四本打ったんですよね。三四本打ったらすげえな。警戒したほうがいい。その裏はついてる。その占いがやっぱ趣味だからさ。関係ないな。タロット野球ですか。旦那さんの職場では白木さん。占い師と。おっ、おー、よっしゃ、いいよいいよ、すごいな、まあ、いいねいいね、ホームランのホームランからサインの見せ所ですね。そう、やっぱりサインの見せ所になっちゃう。やばいやばい、スライクさんペースだ。ちょっとサイン、ツーアウトからよ。もうその考えが絶対負けるわけにはいかない。そっか、崩れ落ちるだろ。すごい、おーしよっ、うえー、すごい、すごい、すげーこのコンビ。きたきたきたー、きたぞー。うわー、そんでさっき言ってる。おの、おの、こんな不協力だなー。そうだ、毎回知らないじゃん。おの、おのね。やべえ、あのみたいに今一覧にいるの。パーフェクトだよ。よし、これでどうか。ちょっといいですか。面白い。見応えあるな。見てる人サイン覚えるわ。怖いな。でも強いか。何よ。よし、スナートからいけるから。お願いします。うお。すごい。月通シフトにしてた。よっしゃよっしゃ、ポジかー、パーフェクト阻止した。よっしゃよっしゃよっしゃ、まだノーノーあります。ノーノーあります。ここどうしようかな。おいしますね。よし、もういけ、やりそうだな。もういけ、ペンは取っておきたいですね。うわー、さすが、しぐたい。あ、3、3、4、5じゃん。あれ ?3、4、5でしたっけ。あ、そうでしたね。あ、じゃあ4、5、6でしょ。そうしましょう。何このルール。富田さん考えてください。忘れちゃう。忘れちゃうでしょ。忘れちゃいます。忘れちゃうから、いいですけどね。いや、
めちゃくちゃ長くなるんですね。白役さんしかいない。いや、私も本当に。じゃあもう、まあ、ね、スキップで指示出したら。早送り。なんでだよ。監督力で残ってるんで。よし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 。いいよいいよ。うざすぎてダメだって。ちょっとこの本当は先の試合なるほど勝ってたんですけどね。よしよしよし。いいぞいいぞ。サードのプレー。サードコーチャー。ノーアウト一塁。二回やりました。二回だったよね。サードコーチャー、サードコーチャーとダイビストさん。確かにサードコーチャーですね。助かったんだよな。いいよ。ナロさんとこのサトコちゃんが悪すぎる。よしよし、いいよいいよ。よし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 。出た。あら、さっきのこれ阿部なんだよ。4番阿部。よっしゃ、いいぞこれは。またあれでやろう。またあれ。またあれやってくるんだ。分かってるんだ。監督が細かい指示。アラミさん作ってます。すごいね。はい。うおい。やった。やった。してくださいよ。まだ空中にありましたボール。まあ、なんだった。失敗。よっしゃ。最後で。超乱れてる。よっしゃ、いいよいいよ。超乱れてるじゃん。よし。オッケー。よーしよーしよしよしよしさあ、ピッチャー頑張れ。7点ひっくり返しましょう。7点ひっくり返すぞ。はい、そうか。うわまずい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 よ。もうなんだろう、ほんとに。ニルイダ、なんなのよ、ニルイダって。長打力なんかな。二塁打なんだこれ。二塁打二塁打。ここだよ。確実な一点もね。確かに止まってない。そうか。よし、いいよいいよいいよ。いいよ。おい！熱が。熱が。おお、熱が。終わった。終わってる。Thank you.
3時間かかる。終わんねえわ。終わんねえ。見たことない。ちゃんと疲れてから帰る。スコッチにしてほしい。いや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 。ああ、白木さんの勝ちだ。オッケー。抑えた。やったぞ。読み合いに勝ちましたね。やり勝ったぞ。何を変えたの？変わるとそうなる。よしよしよし。気づいてよ。ツーアウト、ツーアウト。ピッチャーゴロ、もうちょっと何なの、二塁打。二塁打多すぎな。二塁打と変わったかね。マジで。来た来た。いやー、本領発揮。ここだ、潰すんだろ、ここだ。打撃のうちに、ここだ。ちょっと待って、サインだ。頑張れ。何やんだろうな。あのバッグ。何やんだろうな。いけ。中に行ける。オッケーオッケー。よし。最小失点で。よく抑えた。もう、いや、厳しいな。3から3回やった。3を送らないと。そうですよ。ずっと3を送ってくる。あ、間違えた。これ、オートだ。そうですよ、この回。じゃあ、ちょっと1回やめます。中止点じゃねえよ。1回やめます。1回やめます。はい。これを、バツする。うわぁ、ダメだね。これね、あれは。これで、何回だっけ4、5、6、あ、もう短縮で塁出たらいいんじゃないですか。短縮、はい、それで、で短縮でいったら多分塁出たら短縮でもサイン入れてくれすごい、惜しみにゃんちょっと待って消してきます。あ、それでいける。それで5回を何これ行きましょう。何これ、足も動かない。動かない。6回終わったらいい。そうしましょうか。6回終わったらじゃあ。うん、耐えた。え回裏に試合が出るので。ルイ出た？出てるんだ。ここからルイ。ルイ？あれ？ルイ出た。あれ？取ってる。あれ？なんで？そういうやつだ。オートで打ったんだね。許せないですか。許せない。さっきそれやったんですよ。俺もお前を許さない。なんでだよ。そんな人間の体験だったのか。裏切り返します。これひっくり返しちゃう。これがチャンスよ。相手が3回で7点取る。そうそう。こっちだけこれいけるか。ツーアウト。いけるよ。オッケー。すごいな。何ツーベースってマジで。ツーベースばっかりじゃん。そんなのある？急に離れたな。嫌なんだけど。力あるな。ナイスピッチ。いいよいいよピッチ。これなんですよ、仙台商業は。富澤さんはいつまでギャオスって言い続けるんですか。わかんない、どうしたの。その質問してくるってことは俺の番組見てないってことだな。コント中っていう。あっ！おぉ！もうすごい！嘘だろ。ついに！すごい！遠征の意味が。やり続けて俺のために。実った。あっ、刺せるな。白木さん、まだ40分で。ひろきさんの逆転の女ですからね。
そうですね。全部逆転してきた。そんなことないだから。試合もそんなことない。OK。松井が出てくる。わあ。やばっちょ。頑張れ。4点差でも大丈夫だろ。打ち返せ、打ち返せ。ちゃんと強い。ちゃんと強い。結局2回以降。ああ。いや、すげえ。入ってないか。確かに嫌だな。ちょっと前髪っていう。それがあるんです。しみなく、しみなく。あ、なんじゃ。あ、あ、そういうことあんだ。全然アウトで。そう、見える、見える、見える。
抑えろ、ここで抑えろ、ピッチャー、ピッチャー抑えろ、うわ、ど真ん中だよ、もう今は。いろんな本当に勝手にやってるだけですから。マジで多いな。そんな指示してないから。よし、押してるよ、押してる。ここで、あとワンストライク、ワンスト、アウト。アウトコールは…いいね、いいね、重いですよ、ナイスプレー、今のままだと14、すごいな、びっくりしました。2回以降、1点も入ってないな。そうですね、ちょっと調子が悪くなってきてるな。交代も考えようと。あ、いいね、いいね。あ、初めのところで。頑張れ。よし、いいですよ。来年もクソ。経験としてね。経験を。よし。ほら、もう。よし、これでファーボ出てきましたよ。ファーボ。ファーボ来い。ファーボ。スコルト。よっしゃ。これはちょっとでかい。いいよ、いいよ。そうっすね。下もだ。あんだけ投げてる。あんだけ投げてる。来るやいこうのな。余裕だな。3、4番余裕だな。あの3、4番。出た。やってやれ。あら、マジで。オッケー。うっせえ。何？よっしゃ。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 さあさあさあ。ちょっと待って。ホームラン打てば3点差。確かに3点差じゃ全然分からへん。さすが縮めたね。あー、こっちもこっちもやってるやん。目にやめよう。そっちがやるならこっちだ。そういうのじゃないね。オッケー。あー、いいね。おー、なんか乱れてきた。これでいいよ。荒れてるよ。あら、いいね、いいね。あれ、どうしたか。これはすごいぞ。ハンダ？おめでとう。よし、ホームラン狙い。ホームラン。おめでとうったら。平田さんどうですか？小馬も打ってんだよね。小馬もさ、確かに。大野が。ここで。おーい。変えてくる投手を。また16番のピッチャー。最大45。そうだ、その斉藤がいいんだよ。もう一回投げてるんですね、実はね。これで案外ね、ちゃんと見たら、ね、野手でもすごいやつがいいんだよ。なるほど。よしよし。うわー、怖い。もうそしてここで伝令。シメリカ買うと。ほら、シメリカさん、伝令がいいやいいやろ。伝令が上がる。伝令の後の打率すごい上がるんですよ。シメリカさんのチーム。伝令の後の打率めちゃくちゃ上がるんですよ。すごい感じ。しまっていかなきゃいけない。どういうことですか。こういうとこそしまっていかなきゃいけない。守備がやる。守備がやる。守備やってると思ってます。おいきしますよ。間違えてない。自分打たれてると思って。勝ってると思って。いやー、また。
怖いな、これは。もう反応面白くなる。ちょっとボリューミーな。すごいっすね。見どころが。ね。ここで打ったら面白い。見どころがあるよね。うん。木崎さんは大好きなネット甲子園にも乗らせる。確かに。大好きなの。たまに。おい、嘘でしょ。落ち着いていけ。おお、頭脳戦だな。俺押し出すかもね。お前で小細工を使ってくる。白木さんバットとかしなくてもいい。白木さん確かにバット見たことない。したくないの。したくないの。作戦としてしないだけのことですね。そうそう。そうだね、あれは。よし、頑張れ。なんだか雰囲気あるんだよな。うわぁ、よく見たぞ、よく見た。見るな。押し出すか。押し出せ。押し出しを狙え。押し出しの白木か。頼む、押し出してくれ。頼むよ。押し出せ。さっき両サイドで。ゲッツのゲッツ振り出しですよ。もうゲッツ、うわー、危ない、間に合ったか。ゲッツ、ここのゲッツ、そうだよ。やっぱり間に合ったの。いや、よく言う、いつかの犬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 の意外と取れないんだよ。まあ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 、十分ね。ピッチャー落ちてたな。ピッチャーが続いてましたね。ナイスピッチャー当たってます。ちっちゃいな。シュさん、このピッチャーしか作ってないんじゃない。1回だけ僕ら変えた。13回ぐらい。あ、そうそう。さすがに疲れてるのが分かったから変えた。よっしゃー。落とした落としたうわやばい。センター。もう今のが出るんだよな。センター。特技が出たんだよ。こいつすごいぞ。ナイチです。ちょっと待って、センターどうしようかな。センターじゃないですか。1個のミスね。いや、センターね、あんまりなんだ。いやな、監督がナスですよ、でもすげえじゃん。あ、ナスだ。あのナスですよ。そうだ、打つのは打つのか。あ、自信ゼロだ。あー、じゃあダメになっちゃったな。メンタイ戦ミラーが打ちましたもんね。そう、エラーがずっと続いてるから、ちょっとやっぱナスと変えるか。浜田。浜田と変えるか。あ、あれ浜田は、あれ守備力は高い。浜田の方が守備いいですね。いやー、浜田にしよう。浜田にしよう。あと浜田。これからよ、これから。浜田がやった。かっこいい。かっこいい。負けてる。負けてるんですよ。141、ここに来て向かいで10点取りたいな。よっしゃー、そうだ、よっしゃ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 、いいよいいよ、いいよ、アウトドア、オッケー、やめてくれ、いいよ、そこは取られないのでかい、すごい、さすが、折れてないな。まだ負けてない。増えてない。もしもし。初の勝利だ。違かったじゃない。
全然違うんだもん。あ違う。サインじゃなくなったんですか。サイン。まだ同じ人です。何してるの？ちゃんと見てボールを。残酷だな。うん、いいのに。いいよいいよ。言うてんのか。ほらありそうだよ。来い。うわいいよいいよ。長打狙ってやがるな。長打じゃない。長打じゃなく。コンパクトに取れるんですよ。コンパクト。スモールもある。オッケー、見た。コンパクトにしてやがるな。素晴らしいね。頼むよ。何してやがるの？選手のせいにして。選手いいこと言わなかったですね。めっちゃサイン出してんだよ。ネチネチネチ。いいんですよ、これで。ちゃんと見たかよ、牽制しの。監督だわ。オーケー。うわー。抑えた。あと一人。ラストどうしようかな。ラストどうしようかな。それあと一人。2回ツーアウトだから。ツーアウトからですよ。そう。大体私はツーアウトからだから。ツーアウト。違う。ゴロゴロゴロ。当たってないけど大丈夫。ゴロゴロゴロですね。お前代打出したら今のうちっす。あ、当たってないのか。なんだ。当たってなさそうだな、ちょっと。当たってなさそう。当たってない。昨日代打出さん。今出せないでしょ。いや、出せる。出せる。バツでも。次になるか投げてからになるかもしれないですけど、そうですね、決まるかもしれないですけど、確かに。あ、来た、すごい。来た。選手交代。ピッチャーじゃん。ピッチャーね、もう疲れてるな。まあ、変えちゃったもんね。そうですね、変えて変えればいい。そうなんで、入れようと思って。あとほら、反応して、あの特性を見て、ラッキーボーイとか、ラッキーボーイいるんじゃないですか。ラッキーボーイ、ああなるほど。こっち。もう一回。ああ短期とか出てる。熱血マイペースダメだ。逆に強い。まさに。これ入れようか。これ入れよう。ファーストもそう。あでも、あまだ。とりあえずこれで。さあ逆境に強いソンガ。やってやれ。おお。自分のことは積極的っすね。もうツーアウトだしもう。そのだ。そのだやってやれ。もう粘ってるな。なんかあるんかね、その負けてる時にアップするみたいな感じで。ああ、なんかありそうですね。ね、ありそうじゃん。あ、もう。ああ。じゃあ。いや。うるさい。さあ。やっぱり強かった。やっぱ強いわ。強い。やりました。いや、悔しい。勝ちました。いやーちょっと最初はねどうなるかと思いましたけども、いやすごくなんか智弁和歌山と戦った時よりもめちゃくちゃ当たるなと思ってバット振ったら、それなのに後半がやっぱ抑えられましたね。悔しい。最初の3点ビビりましたけどもね。あれ何だったんでしょうね。いやあなたがサイン出してるからですよ。あサインがたまたま当たっただけの。いや悔しい。ちょっとなんか恐怖を感じましたね。気持ち悪いなんかを
気持ち悪い何かを呪いみたいななんか気持ち悪いなんかいやいや全然いやでも悔しいですねこれは本当にねちょっと僕のノルマのね10点っていうのはちょっと取れなかったのでその残念ですけど、ね、いやでもまあちょっと頑張った方じゃないですかね私は日南学園ではねそうですねよくやりましたよねあそうツーベースが僕は11本いやツーベースが多すぎるんですよ、ね、このチーム本当にミルベース富澤として決勝戦にね挑みたいと思いますいやもうねここまで来たらかもう勝ってほしいですけれども ねはいそうですね皆さんのね生き量みたいなのを背中に背負ってね背負って勝ってください決勝勝ちたいと思います、はい、ありがとうございましたありがとうございました。